改めまして副市長の中澤でございます。高橋の代理でありがとうございました。本日は東海市役所までですねお越しいただきまして誠にありがとうございます。西日本有数の総合大学でございます東海大学のことはこれまでもですね、何対処のみならず対処の東海市役所全体としてもですね深い連携とそれからお世話になってきておるわけでございますけれども、今回はこのような連携協定の締結に立ったことにつきましては、大変喜ばしく思っております。協定を結んだということがさらに近づいたということになります。さらに近づくことによってですね、お互いがまたよく見え、深い連携ができるものと考えております。どうも今後ともよろしくお願いしますということにありがとうございます。次に江藤学長、よろしくお願いいたします。学長の江藤でございます。本日はこのような形で、福岡市との連携協力に関する協定締結をすることができました。本当に嬉しく思っております。で市長並びに副市長さん並びに関係者の方々に深くお礼申し上げたいと思います。で福岡大学は昭和9年1934年に創設をされまして今年でちょうど80周年を迎えます。で本学の創設にあたりましては当時福岡市より格別のご支援をいただいておりまして、それはもう私はもう聞き及んでいるわけですけれども、その後も本学は福岡市の発展と機を一にして今日のような西日本を代表する私学の総合大学へと成長することができました。福岡市と本学と の, 連携協力の実績というのはすでにかなりのレベルで蓄積がございます。で今回の協定書の締結を大きなきっかけとしまして、さらに両機関の協力関係を密接かつ強固にしていきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いします。